縁したい時に絶対やってはいけない NG 行動の線。復縁したいと思っている時って焦りや不安からつい間違った行動しちゃうことがあるよね。でもその行動が復縁の可能性をゼロにしてしまうかもしれない。今回の動画では復縁したい時に絶対やってはいけない NG 行動を5つ紹介するよ。自分が無意識にやっちゃっていないか確認してみてね。復縁の成功率を上げたいならこの動画を最後まで見てね。参考になったらフォローと保存も忘れずに。1、感情的に責める。どうして別れたの、あの時の言葉は何だったのと感情的に相手を責めるのは絶対 NG。 相手の心が離れてしまうどころかあなたとの時間を思い出したくないと感じさせてしまうよ。冷静さをキープするのが大事。2、しつこく連絡を取る。別れたばかりの相手に毎日連絡を送ったり返信を催促するのは逆効果、重い面倒と思われてしまう可能性が高い。むしろ少し距離を取ることで冷静に考える時間を与えるのがポイントだよ。3、共通の友人を巻き込む。友人を通じて相手の気持ちを探ったり復縁を頼むのも NG 行動。相手にとってはプレッシャーでしかないし信頼を失うリスクもある。復縁はあくまで当人同士で進めるべきだよ。4、SNS で感情を発信する。寂しいとか後悔してるなど相手を意識した投稿をするのは逆効果。周りに見られることで相手が気まずく感じたりあなたへの印象が悪くなることもある。 SNS は復縁の場ではないよ。5、無理に偶然を装う。たまたま会ったふりをするのも簡単にバレる可能性大。逆にストーカーと思われたらアウトだよ。本当に偶然会った時に好印象を与えられる自分でいる方がずっと効果的だよね。この5つ、どれかやっちゃってた人はすぐに見直してみて。復縁は焦らず慎重に進めるのが大事だよ。